どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、レイドバトルの基本操作について話していこうと思います。後で褒めてあげてくださいね。はい、レイドバトルですね。こちらが常時開催されているレイドバトルですね。で、今の画面が、そうですね、他のプレイヤーさんが出しているレイドバトルですね。で、こっちを押すと、自分がね、出す、レイドバトルになります。まあ、体力 が必要だった、体力が必要なんだな。AP がありますからね。で、あと、こういう、アイテムですね。世界大戦の先進紋章、紋1個とかね。階級が上に上がるにつれて魔王門とかね変わってきますので、ここら辺は注意しながら、やっていくといいと思います。こっちにね、ノーマルハードは、ノーマルイージーは AP だけですね。 AP だけの消費ですけども、ハード以上になってくると AP もそうですけど、アイテムとあと挑戦回数もね、ちょっと短くなってますので、挑戦回数自体は何回かやれば時間で回復したと思います。私もね、こっちのレイドバトルで自分の方では出してないので何とも言えないんですけども、時間で確か回復できたと思います。これはね、こちら常時出してる、他のプレイヤーさんですね。で、今はおかえりなさい。他のね、他のじゃないや、イベントをやってますのでね、イベントの方を見ていきます。イベントで他のプレイヤーさんが今出してるところですね。ではですね、ちょうどこう苦戦しているところみたいなんで、入っていこうと思います。おっとっとっと、地球レイドで、ね、これで、回復していって入ります。一応ね、こうやって入っていくと弱点属性がの、先進が出るようになってますので、どれが弱点なのかなっていうのをね、一瞬で分かりますので、あまり考えずにポンと行くことができます。一応こういうメンバーで入ります。曹操が武勇、しかと目に焼き付けよ。さあ、そしてね、戦闘画面ですけども、一度こう入っていきましょう。で、ここでですね、こういう風にしてできるんですね。先進が出てる間にもね、こうオートにするのかフルオートにするのかっていう風に選べます。そしてですね、救援に入ったにもかかわらず救援依頼をね、他の方に出すこともできます。これはね、自分で出した場合10分に1回ですね、10分に1回出すことができます。あとですね、リタイアとホームへってあるんですけども、このホームっていうのはそれまでに獲得した、報酬は失われませんっていうので、一度ホームに帰ります。ホームに帰りました。で、何分か経ったと、しますね、そうするとまだね参戦中って出てますけども、こう減ってます。これでトン、今減りましたね、また参戦中のが減りました。でトンってやると参戦中のが今なくなりましたね、なくなりました。で、戦歴を見ると一番上がそうなんですけども、これを確認すると倒しましたと出てきます。で、ここに私のね、ウエスタン木村というのが出てきますんで、これが一応達したことになってまあほぼ何もしてなくても、こういうふうにアイテムがもらえたりします。まあ全滅した場合はね、こういう救済措置みたいなことがありますので、下手にね、リタイアせずに、やっていったらと思います。
まあ、説明の間なのでね、今回はねこうしましたけども、なるべくね自分で倒していくようにしてみてください。あとはそうですね、自分で出す場合も自分で倒せるレベルのね、難易度でねやっていけばといいと思います。イベントに関してもね、こういうのがで、童話、魔女の童話の新聞、先進門ですね、減っていきます。使用回数もありますので、こちら回復はしなかったと思います。ヘルになってくるとまた別のね魔王門になってきますので、こちらもねまた使用回数が変わってきます。これもね日付が変わればまた回復したりするのでね、自分ができる範囲のところを何回も何回も挑戦するといいと思います。ではですね、今回の動画これで終わりにしたいと思います。最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。